ロール。シーン16、テイク1。よーい、アクション。あの時さ、一緒にイケア行ったよね。葉月は。カット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 。台本確認して。ごめんなさい。大丈夫だよ。ロール。シーン16、テイク2。よーい、アクション。もっと感情的に、次。ロール。シーン16、テイク3。よーい、アクション。カット、 IKEA に行ったことがないのか。ロール。シーン16、テイク4。よーい、アクション。ロール。シーン16、テイク13。よーい、アクション。あの時さ、一緒に IKEA 行ったよね。葉月は二人で使おうって緑のマグカップとベージュの皿を買ってくれた。袋買うのケチって、お皿の上にマグカップ乗せたりしてね。手で持って屋上に止めた車まで大雨の中走ってる。カット。そこさ、もっと感情出せるかな。だってさ、こう二人の関係がさ、終わっちゃうんだよ。もっと感情出してこう。はい、次。はい。ロール。シーン16、テイク14。よーい、アクション。あの時さ、一緒にイケア行ったよね。葉月は二人で使おうって緑のマグカップとベージュのお皿を買ってくれた。袋買うのケチって、お皿の上にマグカップ置いたりしてね。手で持って屋上に止めた車まで大雨の中走って。そういう思い出をさ、綺麗なまま残しておきたいんだよ。カット。違うだろう。そうじゃないだろう。全然わかんねえよ。それを考えるのが役者だろ。役者じゃねえし。殴ったね。親父にも褒められたことないのに。行こう。ちゃんと取れた？ケチャップ、いいタイミングだった？もうこれでラストでしょう。だからさ、次はできるだけリアルなものを撮りたいんだよね。作り物のフィクションじゃなくて、ノンフィクション的な？ああ、そう。なんかこう、事件が起きなくても、本質的な面白さがあると思うんだよね。出会ったばっかの二人とか。あ、いいね、それ。いい。まあでも、そんなに簡単に恋するかな。だからじゃあ、それをさ、僕らが用意してあげればいいんじゃないかな。なんかいいのない？どこ行くの？どっかだよ。じゃーん、買ってきちゃった。マジで？何？開けて。ズコッと、あのケーキみたいなやつ。うまそう。見て、俺もドトール買ってきた。お、最高。砂糖とミルクは？もちろん。本物の恋人を写したり、ほら綺麗。今頃どうしてるかな、君は。
大丈夫、元気にやってるよ、ムツキ。よりくん、よけ？うん、大丈夫、空綺麗だなって思って。てか、なんでアイス？ This? 24 years ago 日本人だよね。あ、うん。本物の恋から着想を得たり、よっ、乱数生成、また僕だったの？偶然って怖いっすね。本当の友達を大切にしたり、いつだってリアルを描きたかった。この後2人がどうなったかって、それを想像するのはあなた。次はあなたのフィクション。カット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 。気づいたんだけどさ、私毎回走らされてない？待って、お昼のマックがビデオ撮ってる。よかった、めちゃくちゃよかったよ。よかったんだけどさ、もう一回いけるかな？これさ、フィクションのシーズン3最後のシーンだから。マジで言ってんの？行こう。ゴーじゃないよ、まったく。ロール。シーン25、テイク2。よーい。いきます。よーい。よーい。よーい。アクション。走ってく、あなたの元へ。なびくすか、どうもこう。心地よくて、どんな理由をつけてもいいよ。これは私のフィクション。笑顔がいいよ、私を映す。あなたたちは揃ってそう言うの。たまにはかっこつけさせて、たまには涙も流させて。走ってくあなたの元へ。なびくすか、どうも心地よくて。迷ってる、そう。